皆さんこんにちは。生き物とものづくり系チャンネルの佐々木家の休日へようこそ。このチャンネルでは飼育している爬虫類に関する話題や爬虫類飼育用品の自作方法を定期的に投稿しています。今回はこれから爬虫類を飼育しようと考えている方向けに爬虫類飼育に必要な電気代をご紹介します。現在の爬虫類部屋には照明器具11台、保温器具2台、空調器具2台があります。これより各飼育コーナーを紹介しながら、それぞれの器具の使用状況と想定電気代を説明します。まずは、アイアンラックの小スペース飼育コーナーの電気代についてです。コーンスネークの飼育ケージには賢いの LED ライトとパネルヒーターを1枚使用しています。賢い LED ライトはスイッチボットのプラグミニに接続され、朝9時から夕方5時の間に自動点灯しています。パネルヒーターは24時間365日通電しており、水を入れたタッパー周辺を温めています。この飼育ケージの月の合計消費電力は 6.96kWh で、月々の電気代は推定188円です。次に、下段ではサンドフィッシュスキンクを2匹飼育しています。ケージ内には紫外線1台とバスキングライト1台があり、先ほどのプラグで朝9時から夕方5時の間に点灯しています。なお、プラグミには安いものではないので、同じ時間で点灯するライトに関しては2分機して使っています。夜間の保温はしていないので、月の消費電力量は 18.2kWh、電気代は毎月493円です。このコーナーで、合計毎月681円の電気代が発生します。吉野家の牛丼大盛り1杯分ですね。まあそんなもんでしょう。こちらは、イレクターパイプで自作した爬虫類コーナーです。棚の上にはレオパやツノガエル、棚の中はフトアゴとニホンイシガメを飼育しています。ニホンイシガメは病気療養のため、冬の間だけ室内飼育しています。使用している器具はバスキング、紫外線、可視光ライトの3台で、朝9時から夕方5時に自動点灯しています。夜間の保温はないので、月の消費電力量は 14.2kWh、月々の電気代は推定382円です。こちらは最近お迎えしたフトアゴヒゲトカゲです。バスキングライト、紫外線ライト、可視光ライト、夜間保温器具の4種類を1台ずつ設置しています。夜間保温器具以外は朝10時から夜10時に自動点灯し、夜間保温器具は温度が25度を下回ったら稼働します。年中エアコン飼育なので、まだ夜間の保温器具が稼働したことはありません。なので、朝10時から夜10時の電力量は 22kWh、月々の電気代は593円になります。フトアゴ1匹だけで、毎月牛丼1杯分ですね。爬虫類棚の上の段には、2匹のレオパと1匹のツノガエルがいますが、保温器具は一切ありません。代わりに、日中であることを知らせるための LED 照明を1台用意しています。点灯時間は朝9時から夕方5時、電力量は 7.1kWh で、電気代は月々191円です。あとは、室内全体の室温を管理しているエアコンです。暖かかったり涼しい時期に停止することもありますが、夏冬はほぼ24時間稼働しています。カタログ上の定格電力で計算すると、暖房で月々9137円、冷房で11081円です。毎月牛丼24杯分か、飲み会2回分になります。季節により変動するとはいえ、結構なお値段ですね。爬虫類の飼育にかかる電気代のみ合計してみた結果、月々最大12,928円、年間で最大143,472円となりました。実際には過ごしやすい日もあるので、ざっくり半分で計算すれば、どんなに高くても年間7万円ぐらいです。視聴者さんでも意見が分かれると思いますが、爬虫8匹でこの価格なら安い方ではないでしょうか。私の飼育頭数は爬虫界隈でも可愛い部類ですので、数十匹単位で飼育している人は結構やばそうですね。エアコンのせいで電気代が、と誤解されそうですが、エアコンのおかげで電気代が抑えられているという見方もあります。例えば石亀の飼育ケージですが、エアコンがない場合、少なくとも 50W クラスの保温球を24時間稼働させる必要があります。この場合電気代が972円加算されるので、10匹も飼育すればエアコン1台がフル稼働する金額です。いっぱいお迎えする人は、一部屋確保してエアコン管理にした方が、全体的に安上がりになる可能性がありますね。といった感じで、今回は爬虫類飼育を考えている方向けに、飼育にかかる電気代に注目して試算してみました。参考までに、我が家の年間の電気代を公開すると、こんな感じです。戸建て住宅に爬虫類8匹、猫1匹と、各家族で生活した場合、年間の電気代は212,187円になりました。爬虫類の電気代が最大7万円と、家庭全体の3割程度なので、当たり前ですが人間が生きる費用よりは安いですね。しかも、この爬虫類部屋は、私の仕事場と寝室を兼任しています。
年間7万円で、爬虫類も人間も快適に過ごせる空間が手に入るなら、個人的には安いと感じますが、どうでしょうか？もしよければ、皆さんのお家の電気代事情や節電方法なんかもコメントしてくれると嬉しいです。では、今回の動画は以上です。この動画が面白いと思ってくれたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。